にちは。あ、こんにちは。ちょっとチェックしてもいいですか？はい、いいよ。なんか疑いがあるとかじゃないんですけど、まずい、これはまずい。まずい。4番にいる。やめてください。来たよ。やばい。ここまで。やめて。見上げろ。すいません。なんで今回は重たいよ。ユリースです。ユリース、ありがとうございます。笹さん助かりました。なんだヘリ、ヘリをヘリ落としたんだけど、まだあれ、なんだあれ。いやーもう絶対逃がさないからね、言っとくけど。もうお前らー何もしてないよ俺。絶対逃がさないからね。いやでもヘリコプター本当に降りちゃったと思ったんだけど、僕一回ねめちゃくちゃ撃たれたよユリースに。マジかよ。けどね生きてたよ。もう生きてたね。もう血流しながらでも捕まえてやるからな。こっちバイク、僕まだ血出てんだよ腕から。と、その後あのポリ、お前まだ生きてるの？そうだよユリス。ふざけんな、硬すぎだろお前。逃がすわけないんだからね。どこ？
お前硬すぎだろ。許せねえ。マジだ。殺しとうと思ったんだけど、後ろからまだ食ってる。あくもちょっと血出てるから僕今医者呼んでいいめと。ああオッケー。うん、血出ちゃってる。もうめっちゃ打たれた。一回花井さんが。そう。あオッケー、ありがとう。熱くて、ちょっと出ててここから、はい、うん、無所から出てて、ちょっとこの部屋が出ててね。花井さん今笹さんなんて言ってた無線で。聞いてなかった。あの余計な相手持って出ないようにしましょうだと思う。ああなるほど、オッケー。お前でもね、ユリス誰も見てないね今。ふふざけんな、もうここ入って。ユリス誰も見てないからね今、ここカメラもないんだよ。やめろ、ちょっと待って、誰か誰か、ああ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 もう殺していいよ、もう死にたい。誰かそろそろ死ぬ。くそゴミだろこの警察の人たち。おい失礼します。あれ牢屋の中で死んでない。そう、これもうね、死んだまま牢屋にぶち込んだ凶悪犯だから。すみません、来ました。あの札は、あの俺のこと結構手荒でしたね、ちょっと。ユリス名前覚えてね、カナエね、カナエ。ユリス覚えといてね。お前よく合うな、俺、ユリスさんと。今、弾抜きますから、だから。ユリスさん、このゲームね、エイムで解決できないんですよ。本当痛いな、俺。よし、これで多分起き上がれるかな。あ、じゃあ請求書の方を送らせていただきますね。お金。お金も、もうこいつ俺からお金取れるよ。お願いします。請求書じゃん。お疲れ様でした。はい、じゃあ外で荷物検査するからね。ええ。ユース聞こえる？聞こえる。オッケーオッケーオッケー。誰かー助けてくれー。もう警察か、警察だから誰もいないよ。おお。わかりました。すいません。じゃあ。誰かー助けてくれー。ここで調べできないなぁ。長谷さんと釈迦さんは和装なんだ。 X で手挙げて、ユリス。じゃあまたお願いします。システム的にちょっと難しいから X で手挙げてもらっていい？あ、はい、ありがとうね。ちょおいおいおい、またおい、ちょっ、待ってね、今持ち物チェックするからね。あれ見たらビビるじゃないですか、これ見たら。これ持ち物見れない。お疲れっす。よー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 ユリスよーよーよー。何が起こってんだろう。ちょっと待って、おらまおらまーん。あ、ごめんごめん、ちょっと操作が分かんなくて、操作が分かんない。ごちそうごちそうごちそう。はい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 。手順外して、手順外して。すみません。はい、手順外して。ありがとうございます。
るほどね。右のポケットにタバコがあるよ。ちょっといいですか。マーク止まって。何？ユリソン中身入れます。一人乗りちょっとうるさくて聞こえない。ユリスの中身見れます？バックとかの。ユリスの中ね。いつまでこのまま。ユリスの中見れないな。あ、バック。あ、じゃあ俺がいい。色をしてもらってもいい？手挙げて盗むもダメだった？一応やったんですけど、何も、あの盗む押した後インベントとか出てこないんですよ。ユリスめっちゃ目綺麗じゃない？車取りに行くって。もちろんです。綺麗ですよ。一回じゃあちょっと再起動してもらっていい？いやこのままいいんだよ。いいこのままいいんだよ。ね、名前もらいました僕。来た。ほえ。このままいいだろ。もらいました。このままいいだろ。ユリス一回リログしてもらってもいい？はいはいはい。はい。これで。あ、俺が。あ、そう二人とも。オッケー。このままいいだろ。このままいいだろう。このままいいんじゃない？これ。あれ？戻る。逃げべ。逃げたらまずい。バン。バン。あ、チェイスマジで楽しい。けど本当にヘリ。嫌だったっす。へえ。はい。すおかえり。はい。はい。見れた。大丈夫だったね。ガンライセンス剥奪ね。で、あの、はい、キットも剥奪して、アサルトライフルもね、押収しますね。あれマジ？これ、大丈夫じゃないの？とか、銃刀保育官剥奪、ライセンス持ってれば銃は押収しなくていいんですか、シャカさん、これ。剥奪だけ？でも、ライセンス剥奪だから、銃も剥奪かな？そうか、結局、ライセンスないも状態で銃持つことになるから、ね、銃も剥奪っすよね。ピザ屋なんだね。はい。あ、ユリス、時間かかっちゃったから交流はしないでおくね。マジで？交通法30万、公務執行妨害の50万、プレイヤーの殺人及びミスで50万、あ、500万。以上かな。ユリス、マジでなんで逃げたん？あれ、元の犯罪は？元の犯罪ないんですよ、これ。職質しようとして。なんで逃げたん？いや、まあ、逃走したんだ。逃走して、こうしつけて。ま放出した後に職質しようとしたらその後に撃ってきて、そうだねえ、なんかアソルトライフル持ってくるから、なんかあ、まずいかも。ライセンス持ってるやん、ユリス。え、でもうん、え、それライセンスだったらアソルトライフル持ってても別に悪くないよ。そうなんだ。え、マジ持ってるからね。マジかよ。あ、まあ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 、知らなかったのはかわいそうだから。ちょっとじゃあ銃は戻しとくね。これ安くないだろうし、安くないね。ライセンスだけはちょっと取んないでお金だけもらっとくね。殺されたし、銃は次気をつけてね、ユリス。はい、気をつけます。今回はちょっと銃と返してあげるから。気をつけます。お金だけね、僕のお小遣いとしてね、生きてね。もちろん悪ことをしないよ。シャカさん、どうした？何番っすか？ 80万ね。客船強盗。カラカラにしていく？客船強盗。あ、これもうすぐ多分行きます。みんなと行ってますか？ユリス行っててね、もう大丈夫だよ。オッケー、ありがとう。ありがとう。マジで。いや、マジマジ。終わった。終わった。お前死んでもいいんじゃない？みんな奴隷になれるか。地下の地下奴隷です。地下奴隷になります。よろしくお願いします。